してきます5秒前432。4 3 2 さあ、今週も始まりました。サンデーナイトフィーバー。 今夜はいつもより明るくお送りいたします。私ジョブディランでございます。お相手を務めてくださるのは。ミキさんと、ミキさんを担当します。ママです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。<laughs> よろしくお願いします。ちょっとね、ごめんなさい、ね。しょっぱな噛んじゃって申し訳ございませんでした。後でびンタです。まあ、本当九月も二週目ですよ。九月も二週目ですなは。入りまして。うん、もうね、本当に秋の気配を感じつつも。いや、われの放送もね。うん 1>, 1回ずつ回を重ねてきて、うん、なんとなく少しずつね、うん、あの自分たちの日進月歩の歩みが見られる場面もあればまだまだ至らない点もございますが <laughs> そうですね <laughs> まだちょっと至らない点があるかと思いますが温かい耳で皆さん聞いていただければと思います。皆様の優しさでで成りり立っておりまますす番組でございます <laughs>、はいは はい。はい。えー、ではで、サンデーナイトフィーバーでは皆様からお便りやリク,リクエストをお待ちしております。専用のメールフォーム snf.fever.gmail.com やツイッター e ン i インスタグラムでは snf__fever で検索していただければできます。皆さんからのたくさんのお便り、フォローをお待ちしております。また、ご意見、ご感想などの普通のお便り、 普通オも募集しししておおりまますすのでよろしくお願いいたします最後に番組で使用した曲や放送曲は Spotify のプレイリストサンデーナイトフィーバー放送局と検索していただければプレイリストも公開しておりますのでどうぞチェックよろしくお願いします。よろしくお願いします。はいね、ただね、まあ、まあねはい、はい、はいはい。1点だけ、うん、あのー、ちょっとね、<何>自分では分かんなかったんだけど Spotify のプレイリストがね、うん、なかなかうまく検索引っかからないみたいで。 あのだから反映されるまでにどれぐらい時間かかるか分かんないの、うん、あマジか、うん、だからあのちょっと気長に、うん、あの時々検索してみてくださいそうですねあ,のある日急に、うん、あのアップされるかもしれませんので <laughs>、まあ、もしも更新されたってなったらもうねツイッターとかインスタの方でもね更新しましたということでお知らせもできればと思いますのでああの更新はね毎週やっておりますので、はい、ぜひぜひ皆さんチェックしていただければと思いますよろしくお願いしますさあこの放送がですねうん、うん 九月の十一日。九月の十一日。はいはい。に放送されます。はい。さて問題です。何でしょう。その前日は。何の日でしょうか。え。九月の十日だよね。九月の十一日の前日は九月の十日、えー。なんだろうな。何の日かな。あんまそこまで考えたことなかったんだけど。これはね、聞いたら納得するよ。何、何。物滅。え。<laughs> 納得いくか?。<laughs> 違うの、ごめん。違今違えちゃった。何よ<を>。十五夜。あ、ああ、中秋の名月。そう、中秋の名月。よ<ー>難しい言葉使うなうん、ごめんね、そこは覚えてた。十五夜なんですよ。そうなんだ。その十五夜を迎えた九月十日の翌日、九月十一日。うん。さあ、その日は何の日?。え?。 普通になんだろう何の日対案小読の上の話じゃないそういう話じゃなかったかもしれないけどないやいやでもね中秋の名月ということで早速一曲いきたいんですけどね私はですね秋月となるとこの曲を自然と思い浮かべます大竹一で名月赤坂マンションどうぞ はい、聞いていただきましたのが、大滝英一で、名月赤坂マンションでした。はい、大滝英一。ご存知ですか、ママ。誰。あの、われの世代だと、有名なところは。神をほどいた。あ、幸せの結末君の仕草が。はい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 。あれがヒットしましたですな、ね。そうだよね、その歌は知ってる、あの人です。え。<laughs> あれ、演歌歌手の人ですか、元々はとは。ね。うん。 これが非常に我々の世代には不可解な謎なんですが、うん、どういういことあの幸せな結末自体がねうん、うん、大竹栄一が久しぶりに出したシングルということで我々の同世代だとね、うんあのー、それがデビューシングルだったと勘違いしているような人もあ。これデビューシングル じゃないじゃないよね。そうそうそう。元々ね、大竹一っていう人はしばらく人前にあら姿をらさなかっただけであって、あのこの人もね吉田拓郎さんにすごい人なんですよ。うん。あのその昔ね、日本語でロックができるかどうかっていう論争があったの。日本語でロック。うん。それまであの例えばシェイナベイベイで。 のね、内田裕也先生。はいはいはい。先生ってつけないと怒られそう。怒られるんだ。はいはい。あの、内田裕也先生なんかは、やっぱりあの、よ、ロックは。英語じゃなきゃダメだっていうので、全編英語でね、やって、らしたけど。あの、ハッピーエンドっていうバンドがね。あの、デビューして、日本語でロックができるかどうかっていうのでね。一時期論争になって。そのハッピーエンドにいたのが。 細野晴臣さんとか鈴木茂さんとか松本隆さんとか大竹一さんっていう名だたる人たちなんですな。で大竹一っていうのはすごいすごい人だっていうのは頭では知ってたの。ああもうョブさんの頭では知ってた。頭では知ってたけどそれ以上ね大竹一個人を追いかけてなかったのずっと。それが何年か前に もう結構経つかな、10年は経たないかな。うん、あのー、ある日ね、はい、大竹一に呼ばれたんですよ。私。え？<laughs> あのー、大竹一っていう人が、うん、ふっさっていうね、うん、東京の奥もっと埼玉寄りのね、うん、あのー、奥地に住んでいて、はい、ふっさの千人なんて呼ばれてたの。うん、<laughs> もうコアなもうミュージックファンからは、うん、あの千、ー、人って呼ばれてたの。 へものすごく音作りにねこだわってらして自分のスタジオも何もかもふっさにね置いてってそれで話だけ聞いてたんだけどある時ね年末に昔ゲストハウスで一緒に生活してたね友人が地方から上京してくるって言ってじゃあ年末一緒に過ごそうかって言って12月30日。日ん ミソカの日に本当にミソカ。その日にね、うん、ふっさに行こうかってなったの。えー、ふっさっていうのがね、うん、沖縄っぽいちょっとね、<イ>あの基地がね、うん、あるんですよ。よ横田基地って、米軍横田基地。はあ、でね、うん、あのどういう場所行きたいって言ったら、ちょっとアメリカっぽいとこ行きたいですって。 東京に来ておきながら、何を言ってるんだねじゃあ、ふっさに行くしかないじゃないかと。なるほど。でね、ふっさに行ったんですよ。はい、はい。それでね、ふっさに行ったら、その日に大竹栄一。千人が。千人がお亡くなりになったの。ここら辺に大竹栄一が住んでるはずなんだよな、なんて言ってたら。死んじゃったの。タイミング。その日に。 悪いタイミングでもねいい話もあるのその日の焼肉屋に入ったの二人でいっぱい食べた食べたそれでその後ねおかみに焼肉屋のおかみさんにね「このあと2軒目なんかいい店ないですかね?」って言ったら「飲みたいのやりたいの?」って言たその時の手つきがねもうお酒のお酒の話か。 やる。はいはい。もう後輩のポーズですな。<laughs> その二択をね、なかなかね、うん、お上から突きつけられるっていうのは、やっぱりいい場所だなと思って <laughs> 一時期そこに住みたくてしょうがない <laughs> ちなみに、そのお上さんのその飲みたいのやりたいのの回答は何を言ったんですかあの、中間で、ね、中間ぐらいでお願いします。なんで中間って。<laughs> あの、あんのかい安く飲めるクラブを紹介してもらったよ <laughs>。<laughs> スナックなのかな。あんまり詳しくない。あ、なるほそこに行ったと。はい。もうだから、ふっさというと、もう、これがワンセットになってね。ちょっと出てきてしまいました。ああ、なるほどね。びっくりした。大竹一千人に合唱でございます。合唱でございますか。はい。じゃあ、ね。あの、次のコーナー。行っはい、じゃあ、次のコーナーですね。こちら、エピソードリクエストふつおたのコーナー。 はい。こちらの方でメッセージいただいておりますので、読ませていただきます。まずはですね、普通お歌の方になりますね。こちら、えっと、ラジオネーム、ほろほろみょうがさん、ありがとうございます、えー。サンデーナイトフィーバー初回、2回目ともにリアルタイムで聴いている隠れファンです。ありがとうございます。ありがとうございます、えー。ジョブさん、40歳のお誕生日、おめでとうございます。ありがとうございます。肛、えー、門活躍金を鍛えて、自信を持っておならができるよう頑張ってください。<laughs> <laughs> えー、ママさん、ワークショップのハガキ可愛かった。次のままレポルも楽しみに。 してます。ママさんおすすめの美味しいお店や食べ物をも教えてほしいなということでいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。肛門活躍金の話きてますけど。あのね第一回第二回聞いてね、はい、感想が肛門活躍金ってどういうことだよ <laughs> どういうラジオだよもう本当どういうこと言ってんだよと思うよ本当にね、うんうん、自分を疑うね本当に言った本人疑わないでこれ。で <laughs> という私もちょっと頑張ってそのね <laughs> ワークショップでポストカード作ったのもちょっと頑張ったっていうこともできましたのでまたちょっとね写真出したら頑張りますのでよろしくお願いしますありがとうございます、うん、ホロホロ妙伽さんはいで続きまして、えー、こちらですね、えー、ジョブさんママさんこんにちはこんばんはかな毎回楽しく聞かせていただいていますテーマが秋ということで一筆書かせていただきます秋といえば、うん、スポーツの秋読書の秋食欲の秋と言い,いますがやはり秋の味覚ということで食に関してです。 私は栗ご飯が好きで秋になると栗の皮を剥いて作るのですが生栗を剥くのはかなり難しいです。いい方法があれば教えてください。これからもサンデーナイトフィーバー頑張ってください。曲のリクエスト、ブロンディでコールミをお願いします。 でラジオネーム、道のクライダーさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。そのまま次のメール行きましょうかね。はい,はい。次はですね、えー、と、ラジオネーム、ネルコは育つさんです。ありがとうございます。ありがとうございます、えー。ジョブさん、ママさん、こんばんは。9月ですね。リクエストテーマは、秋ということですが、敬老の日のある9月になると、おじいちゃん子だった私は大好きな祖父を思い出します。 生前には戦争を始めさまざまな経験や苦労をしてきたおじいちゃん今は天国でいい塩梅に過ごしてほしいと願っていますリクエスト曲 G さんはいい塩梅 by 筋肉少女隊でお願いしますってことで来てましたありがとうございますいなかなか濃い選曲が来ましたな濃いですっ早速ですが、はいえー、リクエスト曲いってみましょうかそうですね、えー、今日は初めてなのでね、二、うん、曲ともいっちゃいましょうはいよろしくお願いしますブロ,、はい、ブロンディのコールミーと筋肉少女隊 G さんはいい塩梅続けてどうぞどうぞ はい、はい、ブロンディでコールミート筋肉症女帯爺さんはいい塩梅でございました。<laughs> びっくりしたねこんな曲あったんですね。うん、筋肉症女帯は名前は聞いたことあるけど、うん大月健二さんだったね確か筋肉症女帯ははいるって聞いて知ってたけどわ <laughs> からんかったこんな曲があるとは知らんかった。いやーあのね。うん私はあの高校の時の友人の影響で。はいはい。多少筋肉症女帯を、うん、あの。 CD を借りてね聞かせていただいたことがあるんですがまさかあのそうだね私も初めましてなんだけどこれってなっちゃうけどいやでもね今メールでリクエストできてランダムで2曲流したけど「ー、コールミー、私を呼んで」「読みましたか」でもう片っぽが「じいさんはいいあんばい」でしょこの場合 どっちがどっちに呼ばれるのと。<laughs> え、どっちがどっちでどういうことよ。<laughs> だからコールミーって言ってる人が、じい、うん、さんの方に行っちゃうんじゃないの。ああ、え、玉じゃないかな。じいさんが来るの。そうそう、来るんじゃないかな。ほら、もうね、九、あの八月の時はもお盆の時期だったら、もうそれでしょ。<盆>呼んでるでしょ。お盆過ぎたからさ。お盆、あ、過ぎたか。うん。過ぎたか。もうちょっと早めに曲くれたら、もしかさ。 きちんと意味が通ってたかもしれないね。そう、あんまり意味はないでしょ。ないのかな。意味はないよ。ないのか。ぶたらぶたいただけだよ。まったくも。いつもの調子で。はい。さてね。うんうん。ちょっとここで考えたいことがありましてはい。あのね。うんうん。テーマのリクエストっていうことで。うん。今のとこおはがき募集してたじゃないですか。メールも募集してますね。そうしたらですね。うんうん。なかなかね。うん。あの。 メールが集まらはいならであの普通おたにリクエストがついてたりとかやっぱりね最初のうちはねテーマ絞るだけ余裕ないなああねうんなるほどだからさこれからはもうエピソードリクエストっていうことで当面は一旦変えてもう何でもいいから あの年中いつでもエピソードでもいいから送ってもらって、でリクエスト曲があったらリクエスト曲も流しても。あのー、ね、教え、うん、てもらって、うん、あのふつおたふつおたで、うん、一緒に読んじゃいましょう。あ、そうですね。そのように、番組を少しずつ、改ょしてねち、ちょっとずつね、書いていければと思います。ので、うん、良い方向に。うん、で道のクライダーさんの、栗の剥き方。栗の剥き方。これ、栗、生栗って剥ける?し。 見たことないよあそう「甘栗剥りいちゃいました」っていうお菓子の袋ぐらいしか見たことないもん剥いちゃいましたってことは<う>無自覚なのかなもうもう勝手に剥かれてたんでしょうね <laughs> お菓子としてなるほどねそれだから本当にそのイがはいイがついている栗を間近でリアルで見たことがなくてまああのイから取れた栗を要は剥くということに関しては、うんうん、はいはい 私は多少経験があるんでだって雑田舎者雑田舎者秋になると栗がねザクっとさビニール袋でいっぱい来たりするわけそうするとねあのねんて説明したらいいのかなカニのさ足とかを割るようなこうハサミあるじゃないあそのカニ用の手こみたいな手こでガシャンってやるみたいななんか見たことある

その後でお尻の方をね、クイッとあのひねりながらね落とすと、あのその後お尻が取れて、ここがパカッと開いて、そのはいはいはいパカッと開れて、栗登場みたいな。その剥かれた栗が出てくるってことね。そう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 。なかなかねでもね、これはね。 年季がいる年季がいるっていうか年季と根気根気もいるの握力をね結構使うからうえだからそれを栗むきが大変だった今は機械で簡単にできるのかもしれないけどそれをね手力でやってた頃にその栗を剥く労力をみんな頑張ろうね っていうので、できた曲が、あの有名な曲。あの有名な曲。坂本九の、栗を向いて歩こうっていう曲が。あるんだよ。うん、あるんだ。多分あったと思う。へー分からん。多分あったような気がする。あったような気がするのね。でも、次の曲は、確かにあります。確かにあるね。はい、えっと、じゃあ、行きましょう。スーパーチンパンジーで、栗といつまでも。どうぞ。あ、ちょっと待ってね。はい、はい、はい。ごめん、ごめん、ごめん、ごめん。 はい、はい。じゃあ、もう一度お願いします。はい、スーパーチンパンジーで栗といつまでも。 はいええ、私訂正がございます何でしょう坂本 Q の名曲栗を剥いて歩こうという曲はございませんでしたないんかいスーパーチンパンジーで栗といつまでもお送りいたしましたなかったんかいこの曲と間違えちゃった Q ちゃんマジかちょっと大変だなそれはじゃあもうこのまんまの勢いで次のコーナーいけるかなちょっと待ってねはい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 大丈夫ですはい行きますよはい デイジアバイリスナーの皆さんが体験したデイジアバイとてもヤバいと感じた出来事を一斉に吐き出すコーナーですデイジアバイ行ってみようはいデイジアバイ雨の中車で外出 コインパーキングに車を止め、用事を済ませて急いで車へ戻りました。生産をして車を出そうとしたら、まさかの非常事態発生。んなんと車のエンジンがかからない。デジャバイ。う<わ>どうなることかと思いましたが、なんとかトライしたら、なんとかエンジンがかかり、無事に脱出できました。<ー>ああ、焦った。焦った。はい、ネルコは育つさんです。ありがとうございます。デジャバイ。はい。はい、デジャバイ。続きまして、ラジオネームサンビーさん。はい。 バイクでスーパーへ買い物に行った帰りのことを久々に買い込みすぎてエコバッグがパンパンになった状態でハンドルの下のバック掛けへ <laughs>、うん、息を気揚うと帰っている途中でエコバッグがバイクから落ち買った食材がサンラン <laughs> 卵産んだのかな2 <laughs> 二車線を封鎖し後続の運転手さんと近くのバス停にいたお兄さんとでかき集める事態に。 缶詰はペコったけどなんとか無事でした、はい、日差しが暑かったけど冷や汗かきまくった出来事でした <laughs> デジャバイ結構大変ですねデジャバイはい、はい、続きましてホロホロミョウガスさんありがとう えー、午後から人との約束があったのでその前にといろいろ用事を済ませるため午前中から来るまで外出用事を済ませて車に乗りよし約束の場所へ向かおうと思ったらあれエンジンがかからないえどうして何度試してもエンジンかからないデージヤバい急いで保険会社へ連絡すぐに業者を手配してみて してくれて見てもらうとベルトが切れててレッカーで持っていかれるというオチ外は暑いわ約束の時間が迫って焦るわでぐったりな一日でしたデージバイジやばいほろほろ<ー>明星さんありがとうデイジやばいありがとうございますはい最後になりますこちらはですねどさんこどさんこさんありがとうありがとうございますジョブさんママさんはじめまして,まして 1> 第1回の放送とっても楽しく聞かせていただきましたコーナー名を聞いてふと思い出したことがありました 20年ほど前四国88か所を歩き遍路した際途中で沖縄から来た大学生の青年と出会いました、うん、お遍路とは弘法大師が修行をしたという四国にある88箇所令場を巡りお寺ごとに素人ながら般若神経を読ませていただき家内安全を願ったりします、うんうん、その沖縄の青年は一味違った青年ではありました<ん>大変なな道のりを歩きながら 工房大師だって、電車があったなら電車で移動してたはずだ。と言いのけましたで <laughs> ジょばいそんな彼ですがあっという間に反日心経を覚え、お坊さんのように節もつけて読むようになるまで時間がかかりませんでした。ただ、なんか聞いたことのある節、よく聞くと、

よかった、戻ってきた。もうしっかりしてくださいよ。本当に。いろいろと大変でしたけども。びっくりですけども。はい。もう大丈夫、深呼吸しておいてね、本当に。はい、ということで、今回もデイジーヤバイたくさんいただきまして、ありがとうございます。皆さんもまたぜひ募集しております。ぜひぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい。 いやじゃあ次の曲いってみますか。本当大丈夫落ち着いた？えー、もうねちゃんと戻ってこれた。本当 <laughs> に<も>大丈夫？今は9月で合ってる？合ってる合ってる9月だよ。うん、じゃあ次の曲合ってるね、えー。ジャスティンティンバーレイクアンナケンドリックアースインドファイヤーでセプテンバー聞いてくださいどうぞ。 はい。ジャスティン・ティン・バーレイク、アンナ・ケンドリック、アース・ウィンド・ファイヤーで、セプテンバーでございました。はい。ママ、今の曲を聴いててさ、うんうん、ふっと気づいたことがあるんだけど、何でしょうか今、9月じゃね ?9 月だよ。さっき俺 <laughs> 遠くに行きかけてたからさ、<laughs> 本当によかった。戻ってきてくれたので、<laughs> うん、ちゃんと戻ってきた。<laughs> よかったわ。このコーナーの時はと今度からお清めの塩を用意しておいて、ね、本当にね大量に持っとこうか。<laughs> 降りてきちゃうからね。オッケー、ちゃんとばらまいとおくはそれだったら、えー、よろしくお願いします。じゃ次のコーナー行ってみますか。はい。じゃあママお願い。はい。では続いてのコーナーママレポです。はい。 はい、このコーナーですね、私が行ったり食べたりしたものをですね、皆さんにお伝えするコーナーとなっております。先ほどもね、あの、おすすめのおいしいものとか教えてほしいということでメッセージいただきましたが、ちょっとね、頑張っていろいろと集めてみたいと思いますのでよろしくお願いします。それでですね、ちょっとお話はちょっと変わるんですけど、ジョーさん、はい、ストレス発散法といったらストレス発散法ですか。うん、うん ちょっと包装に載せられないようなことですかねあの載せられる範囲でお願いします載せられる範囲でなんだろうなでも玉ねぎとかねみじん切りにしたりしてるとちょっと気が楽になる一緒一緒やってるやってる玉ねぎとか人参とかを細かく細かくみじん切りにして大きい鍋でジュージュージュージュ炒めたりしてその後の使い道何も考えずにやったことはあったりするんだけどそういうねストレス破産方法もあるけれどもんだろう 思い切って拳銃ぶっぱなしてみたいと思ったことない？妻に向かってですか？<laughs> 誰に向かってとは言ってないよ。<laughs> 私<あ>誰に向かってとは言ってない。えー、拳銃をぶっぱなしたい。そうそうまあ拳銃といってもね、ほら、うん、あの実弾じゃなくて普通にモデルガンなんですけども、うんうん、まあ今回私が紹介するのがですね、那覇市若狭の二丁目にありますシューティングバーワイルドギースというお店なんですね。はあ、こちら結構ねあのその建物三階にある。 バーでございまして、はい、結構店内がね本当にね剣銃もういろんな銃でいっぱいなんですよ。んで何だろうね本当にハンドガンからマシンガンやらとさまざまな銃がありまして展示されてましてはい、はい、結構ねあの飲み放題打ち放題というプランがありまして3時間で3,000円のプランがあった,んであったのでちょっと私そこに行ってまいりました。<ー>もう私も正直ね何だろうストレス発散にまさか拳銃ぶっ放なすなんでって思ってたんですけれどもはい、はい、やってみてびっくりですよ。 めちちちゃゃく気持ちいいんですよなんだろう世代的に分かる人はいると思うんですけど、えー、薬師丸ひろ子さんのセーラー服と機関銃まさにあれを彷彿とされるようなもう快感っていう言葉がもうぴったりつくようなお店でございましたママの世代が少しずつバレてくる <laughs> バレてくるね、まあ、なんですけどまあそこは本当に先ほども言いました通り3時間で打ち放題飲み放題ということでまあ拳銃から鳥獣、えー、までだいたい11種類12種類ぐらいのものがですね打ち放題となっておりましてまあ それにまあ別料金にはなるんですけどもびっくりしたのがロケットランチャーがてそう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 だ実弾じゃないですよ BB 弾ですよ実弾じゃないからね<ー>そうロケットランチャーも撃つことができてっていうことでちょっと大変な大変大変素敵なお店でございましたそこでちょっと私もそのね初めてだったのではい、はい、ちょっと行ってみて撃ってみたんですけどもやっぱほら初めての人って 拳銃の持ち方とかち方方ととかかか打ってんんないじゃそしたらねほんとねそこのスタッフさんのねイケメンイケ女の皆様がよ、うん、親切丁寧に教えてくれるの、うん、銃の持ち方とか構え方、うん、しかもこう,いうのこういう後ろの歴史もありますよってこうちょっとだけ教えてもらったりもしたんですがうもうね私ねイケメンの店員さんに教えてもらったせいでさ その歴史とか何にも分からずにも本当その人に夢中になりすぎて<ー>ある意味私その店員さんに心臓打ち抜かれまして結構やってきましたそれでまあそこの方では試しもう打ち放題ということもありましてもう自分がどんぐらいちゃんと腕その実力があるかっていうのも試せるようでしてちょっとごめんなさいねこんな感じでですねえっと拳銃の的を。 をね、この的に向かってで発砲してみて拳銃を撃ってくださいということでやったんですよ。最初は、ね、こう一番最初なんですけども,もう全然的に当たらずその的の上にずっと行ってたんですよ穴ぼこがっていうのがそれがもう何だろうな3時間一,応一生懸命教えて練習しても練習させてもらいまして、はい、なんとなんとびっくりですよ。よいしょ こんな感じおすごい結構ね真ん中に行きやすくなりましておすごい結構ね楽しかったですなんかど真ん中打つ感覚って結構びっくりしましたもんねそのこの丸型のやつ以外にもですねこんなえー、っとねこんな感じで人型のものもありましてこういう<ー>ほらよくスパイ映画とか警察官の映画とかドラマとかでこういうのが見ると思うんですけどこういう感じのありますし、うん、あとねもう一個あのやっぱほら人質 をにされた時の対応とかももあるんですけども結構ねこれもね私あの見たところドタマよく打ち抜いてて、えー、結構ね頭の方が結構見えるかな YouTube の方見えるかな結構ね穴開いてたりするんですよねそこ。<laughs> という感じで結構ね頑張りましたただねちょっと1つだけ難点があるんですよ。はい、あんまりねいやなど結構その3長い銃。 89式という銃を打たせてもらった時なんですけども、うん、あれ3キロぐらいあるんですって銃だけで銃だけで,銃だけでもうねな、うんだろう打つじゃん打ってその翌日筋肉痛が来た<ー>結構ねなんだろう持ち慣れてないということもありつつもその打った時の感覚がすっごい楽しくってっていうのってもうバン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 打っちゃったんですよ。それでしかも もう先ほども言いましたように打ち方がわからない、持ち方わからない、私でもイケメン、生き場のスタッフさんが親切、丁寧に教えてくれるもんだから、持ち方、構え方、打ち方、その狙いの定め方とかもしっかりと教えてくれるので、うん、なんだろう、日頃のストレスというよりかは、なんだろうな、ちょっと本当にかなりイラッときたときに行ってみるのもいいかもしれません。うん、結構、ね、本当にねその 結構7メートルの標的と9メートルの標的ということで2つの標的のものがあって、なんだろうね2メートルその離れるだけで、どんすごい命中率、あとそのなんだ精度とかがすっごく変わってて、なんでしょう本当に。 初めて行ったにもかかわらず、ちょっとハマってて <laughs>、あの、このお伝えする前にも行ってきまして <laughs>、うん。もうおかわりしちゃったの、おかわりしてきました。えー、ただ、そのね、金曜日と土曜日がカレーの日ということで、そのカレーも、うん、あのー、 800円で提供してるということだったのでその時にちょっと行けなかったのがちょっと残念なんですけどもちょっとねまた日を改めて行こうかなというふうに思っております、うん、なのでですねちょっと皆さん日頃のストレスも発散しながらも狙った男女を撃ち落とすにはそのシューティングバーワイルドギス利用してみてはいかがかなというふうに思っております<ー>はい是非是非皆さんももう本当だからそのジョブさんもそういうなんか 腕に覚えがあるならば、ぜひぜひ行ってみていただきたい。腕に覚えっていうのは、銃を撃ったことがある。<laughs> そう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 。人を殺めたことがありそうだなと思っちゃって。ないでしょう <laughs>。しないしないしてないしてない。あ、してない。してない,ない,てないから大丈,大丈夫よ。うん、なので、本当にね、楽しいし、やっぱりスタッフさんもお話も面白いし。うん、あとね、サバゲーもね、なんかやってるそうなんですよ。 サバイバルゲーム。なので、そのサバイバルゲームも、ちょっと挑戦してみたいなという方がいらっしゃれば、ぜひぜひね、そのお店に行って、詳しいお話聞きながら、うん、あの、お酒も飲みながら、まあお酒も結構充実してて、えっとね、ワインカクテルもあったり、あとビールもあったり、うん、あとそのいろいろカクテルもありましたので、甘いお酒カクテルからちょっと辛いカクテルまでありましたしソフトドリンクもありますので、結構ね、あの、なんだろう、私お酒飲めないっていう人の、 その心臓を打ち抜く意味でもちょっと楽しい楽しい時間を過ごせるんじゃないかなっていうふうに思います。私もね本当ね,ほんとねそのそこはね本気でちょっと思ってるのが、うん、その狙ってる男を落とすためにちょっと使いたいなと思ってます、うんうん。狙ってる男を落とすために銃の腕を磨くっていうのはさうん、うん、よくあの漫画とかで、うん、もう愛ゆえに。 その人を殺してしまいたいみたいな <laughs> そういう心理に近いんですか。いやいやいや<生>そんな心理は近くはないよそんなじゃないよそんなじゃね <laughs> ただなんだろう変わった一面意外な一面にの才能に開花できるかもしれないのでそういう意味ではちょっと言ってみたらいいんじゃないかなっていうふうに思いました。なるほどはいなのでちょっとね。 まあ、ちょっと,と、私も友達と行ったんですけども、友達がね、サバゲー行きませんかってお声かかってたもんだから。すごいなと思って、私もちょっとね、もし機会があれば、サバゲーちょっと参加してみたいなというふうに思いますんで。それもまたね、ぜひぜひ、マんレポで紹介できればと思いますので。なんかしれっと、うんうん、サバイバルゲームのことを、うん、サバゲーってもう略しちゃってるあたりが。うんうん、銃撃ってきましたみたいな。はい、撃ってきましたので。感じ出ちゃってるし。でも、本当、ジョブさんもちょっと行ってみてほしい。楽しいから。 えー、楽しい楽しい最初サバゲーって聞いた時何がの魚の方かと思 <laughs> 違う違う違う,違う,違うサバイバルゲームだからだから本当にジョブさんにちょっと別料金になるけれど、うん、ロケットランチャー打ってきてほしいロケットランチャーってでもさうんうんそんなあの大きいその大砲みたいにドーンっていうやつではないから普通に打つ感じのものだからこういうのそうそうこういうのででも弾は BB だな BB なんだよ本当に、ね、威力がどんなのか私できなかったから見てみたい ぜひ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 。と反あれは違ううんだろねと思うけどもそこに関してはちょっとどうなるかわからないけどもぜひぜひちょっとどういう反応が示すのかっていうか実弾って言ってる時点で何かやったことあんのかいって思っちゃうけど。ですのでぜひぜひ皆さん足を運んでみていただければと思います。那覇市若丁目にありまますシーーティングバワイルドギスでございしたこちらインスタグラムとツイッターもやっておりますのでぜひぜひ詳しいことはぜひぜひそちらの方で検索してみていただければと思います。 思います。よろしくお願いします。<ー>はい、以上ママレポでございました。なるほど。はい。なかなか貴重な体験をしてまいりましたもうね、なんでしょうね。本当にあそこね、ああ行ったらハマる。ビビダンでもやっぱり当たると、うん、痛い。多少能力が多少あるのかしら。うん、だから本当にやるときはしっかりとグラまああのメガかけてああちゃんとスタッフさんの言うことしっかり聞いてきちんとした手順で打ちましょう。 っっててなたから俺昔いとこのお兄ちゃんにさ「ちょっとそこ立ってろ」って言われてでエアガンで「狙われたえよごめんびっくりしった危ない危ないよ」って言ってたらさ「大丈夫よ入ってないから」って言うんだよ。で玉入ってないのになんであれつ狙いをね定められてんのかなと思ってたら何か何か確かにカスカス言ってんだけど。 そのうち実弾出てきちゃってね BB 弾で目に当たっいやてそれでこれほら左目失明してるんだから、えー、や失明は嘘だけどでも本当に危ないからね危ないよ気をつけないといけないんだから、うん、全くもうはいということですのでぜひ非ちょっとね気をつけながら安全に楽しめる場,場所ですので行ってみてください、うん、よろしくお願いします私もスストレスがたまったらはい 実弾やめなさいあ実弾じゃないのか BB 弾でお願いしますはい BB 弾ってイ語でしょわかりませんどうしようかなこういうので多分ストレス溜まってくるんだろうな今夜もまた通う通いに行こうかな結構ね5時ぐらいまでやってますので夜遅くまで空いてますのでぜひねこの聞いた後でも行けると思いますのでぜひぜひ行ってみてくださいよろしくお願いしますはいありがとうございましたはい いやもうそろそろエンディングの時間が近づいてまいりましたけれども早いね早いもんだけどあ<ー> <laughs> でもね「うんうん、ママレポ」なんかいろんなところ行ってくるからね確かにあ<ー>だから本当に、まあ、こんまあ結構ね「ジョブの部屋」と「隔週」でね やっていくってていいくうう話になりそでですので、うんはい、ちょっとまたね来週来次のママレポどんなことしようかなっていうちょっとあれこれあれこれ考えておりますのでやっぱり足つぼマッサージとかやだ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 <い>行きたくない,い行きたくないやだやだ怖いそう熱いたあ高い痛い怖いはもう丈夫さんにお任せしますので、うん、いやそこまで行けると思うよ <laughs> やだやだ行きたくないけど、まあ、リアクションなんて取れませんから私なんて <laughs> ああもう。 どうぞどうぞどうぞそれはもうジョブさんにどうぞどうぞって振りますからはいまあでもね本当にまに9月もまあもうそろそろでこう折り返しになりますけれども、うん、本んどうしましょうかね一応ねもう9月もそろそろ中間なんですけどもやっぱりねもう前,前回のお話に引き続きましてご飯がやっぱ美味しいんですよ美味しいもうね本当三合飯いまだにキープなんです <laughs>、うん、キープしすぎててね本当お米が減りが早くて ご飯をいっぱい食べたくなる今日この頃でございます。はい、そんなママの食欲なき、止まることはまだまだございませんでま、うん、まだまだですよ。よ<ー>そう だからね、本当に、まあ、食欲の秋にもそうだけど、やっぱり運動の秋もね、ちょっと取り入れていきたいなと思いますので、そういう運動系のね、なんかおすすめとかがあれば、ぜひぜひ皆さん、あのメッセージいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。秋の運動ですかはい、運動ですよ。ママ、過剰な運動したら死んじゃうじゃないか本当によ、有酸素運動でゆっくりゆっくりできるやつでお願いします。あなるほど。 はいろいろ、限定がありますね,そうねあのやっぱりこういう体型ですからね、うん、YouTube 見てる方は分かると思うんですけど、うん、結構ね、本当、今着てるシャツがもうプチプチ、まあ、パッツパツ、うん、ちょっと鉢切れんばかりでちょっと怖いんですけれども、<laughs> はい、ちょっとね、このお洋服もちょっと気に入ってるのでね、ちょっとむ壊したくはないので、ちょっとずつ胸あたりはちょっと残しつつも、お腹あたりがね、ちょっと残あの収まれば。

秋、ちょっと痩せるように頑張りましょうかね。頑張りましょう。はい。じゃあ、メール告知よろしく。はい。サンデーナイトフィーバーでは、皆様からのお便りやリクエストをお待ちしております。専用メールフォーム、snf.fever.gmail.com や、ツイッターやインスタグラムでは、snf.fever で検索していただければ出てきます。皆さんからのたくさんのお便り、フォローをお待ちしております。また、ご意見、ご感想などの普通のお便り、普通お便りも募集しておりますので、よろしくお願いします。番組で使用した曲や放送曲、 した曲は Spotify のプレイリストサンデーナイトフィーバー放送曲と検索していただければプレイリストも公開しておりますのでぜひチェックよろしくお願いしますはいよろしくお願いします公開したらねお知らせもしていきますので皆さんぜひチェックよろしくお願いいたしますはいさてともうそろそろお時間でございますのでそうですね、はい、最後にジョブさんお願いしますはい えー、じゃあ、ハレルヤと唱えてサバの生き腐れということで、うんうん、何それ、えー、サバの生き腐れをちょっともじってみただけなんだけども、うんあのー、特に意味はないです。ないんかい大体において私の言うことなんてね、意味はないです。<laughs> もうやだ、それも。では、最後、締めますか。そうですね。はいじゃあ、アリオス、アミゴス。来週もまたこの時間にお会いしましょう。来週も頑張るぞ